こんにちは、ケイドラです。今日は次の重心化予想をやっていこうと思います。まずは前回の振り返り見ていきましょう。今月に関しては源内、長宗我部、元親、高杉、新作の順番で来ました。一番古い属性でいうと光属性なんですけども、もちろん火属性が来る可能性もあるんで、まあどっちが来るかわからない状態ですね。ちなみに来週の火曜日で4月は終了なので、また5月以降は属性がリセットされていきますね。でまあ2連続今侍が来てるんで、ちょっとね、去年の11月にもありました侍ブームがまた来たんじゃないかなと個人的には思ってます。去年の11月は上杉、豊臣秀吉、森蘭丸の順番で来たんですけど、もしかしたら今年もそういうことがあるんじゃないかなというふうに思ってるんで、見ていこうかなと思います。まずは火属性の侍で絞ると2体候補がいますね。まず曹操、まあ、これ確か先週も予想したんですけども、曹操と前田慶次がいます。うん、どっちでしょうねっていう感じなんですけども、曹操に関しては三国志のキャラなので、長宗我部元親とね、高杉晋作は日本のキャラですよね。なので今回は前田慶次で予想しようかなと思っております。軽く性能予想すると、アジンキラー M、 超アンチダメージオール、ゲージでアンチブロック、 SS 短短縮、ダッシュもあったら嬉しいんですけども、ないかなと思ってます。友情コンボはメイン友情で超絶斬撃、サブ友情で神化の棒スピアップをもらうんじゃないかなと思っております。 SS は最近流行りの自強化&倒せば倒そうかなと思います。まあ割と可能性としてはあるんじゃないかなというふうに思ってるんで、こちらの前田慶次を第一予想にしたいなと思ってます。結構ね、神化のイラスト好きなんで、めちゃくちゃイケメンになってくれたら嬉しいですね。もしかしたら今月は男ブームが来るかなと思ってます。で光属性で見ていくと、宮本武蔵と趙雲がいるんですけど、やっぱりね、趙雲で言うと、まあ、三国志のキャラかつロイズが今月来たんですよね。でしかもロイズとめちゃめちゃ性能かぶってしまうんで、まあ、まだしばらく来ないんじゃないかなと思ってます。まあ、武蔵に関してはちょっとフラパ級できそうなイメージなんですけども、ちょっとブームに乗っかってくる可能性もなきにしもあらずなので、一応ね、光属性として予想しておきます。性能は結構上杉に似るんじゃないかなと思ってるんですけども、闇属性キラー M、 超 AGB、 もう一個くらいアンチ欲しいですね。アンチ原属壁とか来るんじゃないかなと思ってます。友情コンボに関してはツインホライゾンレーザー EL とツインバーティカル持ってるんですけど、両方とも光だったらもう化け物です。なんでさすがにそれはないかなと思ってるんですけども、まあいい感じにレーザーがね、強力なキャラで出してほしいなと思ってます。で今回ね、大穴のね、重心化のキャラがいるんですけども、それに関してはね、後ほど小ネタの時にね、触れていこうかなと思ってます。なので第一予想は前田慶次、第二予想が宮本武蔵でいこうかなと思っております。よかったら皆さんの予想も教えてください。それではね、小ネタ3つ話していくんですけども、まず1つ目、来週のスケジュールからアップデートが来る可能性が高くなっております。というのはね、この月曜日から火曜日の間なんですけども、まあこれですね、完全に空いてるんで、まあ間違いなくアップデートは来るかなと思ってます。先週の重心化予想の時も触れてるんですけども、去年のこの時期にもアップデートが来ました。まあそこでは訓練場だったり、ゴージャスボーナスの追加だったり、ノマクエのミッションのリニューアルとかあったんですけども、結構大幅なアップデートだったので、今年もね、何か熱いものが来てくれたら嬉しいなと思ってます。去年のこの時期のモンストニュースは特別版のモンストニュースやっていたんですけども、そこでは始まりの道の発表とかもありましたね。何かしらね、新しい要素を追加してくるんじゃないかなと思っております。個人的にね、増やしてほしい要素は、まあ、やっぱり究極とかね、あの極みクエストのドロップ率が、まあ、全てね、他の豪絶だったりと一緒なので、簡単なクエストに関しては、もうドロップ率もう少しね、元から上げていいんじゃないかなと思ってます。そうか、まあ、V メーターの搭載ですね。正直、まあ、上級者だったり中級者の方は、究極のキャラ作っても、使わないキャラの方が圧倒的に多いので、要するに、ラキモのためだけに作ってるような感覚ですよね。なので、そのクエストですら、ドロップ率が悪いと、やっぱりちょっと泣いちゃうというか、周回する気がどんどんなくなってくるんで、V メーターを搭載するか、そもそものドロップ率上げてほしいなと思ってます。もちろん、絶級とかは今のままのドロップでいいんですけど、簡単なクエストに関してはそういう風に思っております。小ネタ2つ目いきましょう。去年は特別ニュースでコラボが発表されました。というところで、
こちらのエヴァンゲリオンコラボがね、去年の4月25日土曜日のモンストニュースにて発表されました。今年のゴールデンウィークに対するニュースはおそらく来週だと思うんですけども、来週の木曜日は祝日なんですよね。ただ最近はねモンストニュース収録なんで木曜日に出すこともできるんですけど、これまで木曜日祝日の日はだいたい水曜日にね出していたので、おそらく4月28日の水曜日にモンストニュースがあって、そこでね何かしらコラボだったりね情報が発表されると思っております。次の日祝日なので、そこでねコラボがもしあるんだったら使ってみた動画とかバンバン上がると思っております。まあコラボが来る前提で話しますけども、今年は何のコラボが来るか全然わからないんで、ちょっと予想も難しいんですけども、やっぱり個人的には新規が来てくれたら嬉しいなっていうところはあります。3つ目いきましょう。これがねさっき重鎮化予想でも話していたところなんですけども、4月は2年連続限定キャラが重鎮化しています。というのは、まあ、去年のこの時期ですね、モンストニュース特別版にて2フォーオールの重鎮化が急遽発表されました。まあこれは本当にびっくりしてね、そのまますぐ重鎮化も実装されたんですけども、驚くべき強さで唖然でしたよね。まあ記憶に新しい方も多いと思うんですけども、その前の年2019年はというとナイチンゲールがね重鎮化したんですよ。これに関しては結構ね4月の前半に重鎮化してるんですけども、急に来ましたよね。そっからイースターとかでね限定イラストもあったんですけども、急遽発表されたんでこちらもびっくりしました。今年は来るのかなというふうに考えていたんですけども、一番古い限定キャラでいうとおそらくサンダルフォンになると思うんですよね。なので機械属性の予想をねサンダルフォンにしようかなと思っていたんですけど、ちょっとねスケジュールを見るとなんかあんまりサンダルフォンがハマるような感じがなかったんですよね。ジューダスカイに関しても全くねアビリティが被ってないですし、主にサポート系のキャラだったんですけども、現状使う機会はほとんどないので、まあ、重進化も可能性としてはあるかなとは思ってます。まあ、その他ねあまりハマらない感じがあったので、まあ、もちろん近畿は来てるからそっちにはめるっていう可能性もあるんですけども、ちょっとあまりピンとこないなというふうに思ったので、フラパとか周年とかそっち系のでかいイベントで1体目発表するんじゃないかなと思いました。なので大穴でサンダルフォンが重進化発表される可能性が今週あるんですけども、個人的にはねまだ温存するんじゃないかなと思ってるんで、もちろん来てくれたら嬉しいですけども、そこまでね高望みはしておりません。何にせよ限定キャラの重進化だったら本当に強くなってほしいので、中途半端な性能にされるんだったらもう少し待って環境に合わせた強キャラとして出してほしいなと思っております。そんな感じで今週の重鎮化予想とこネタを終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。